クルクルランドは1984年に任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用のゲームソフト。主人公である休憩の生物、クルッピーが不思議な力の働くクルクルランドに隠された金塊を見つけ出すというストーリーのアクションゲーム。同年12月にアーケードにて VS クルクルランドが稼働開始した。当時のロムカセット版以上にもなる。 大容量ロムの領域を存分に使い、カセット版にはなかった近海の配置、ステージ BGM の変更、ボーナスステージ BGM をロング化、ボス2ラの登場、ゲーム中に現在のステージ数を表すランドの追加等の追加要素が多く存在する。1992年4月28日にはファミリーコンピュータディスクシステムにも書き換え、専用ソフトとして登場し、 アーケード版の完全移植を実現したことから、タイトル画面に、ウェルカムトゥーニュ e クルークルーランドと表示される。ゲームモードとして、アーケード版と同等の仕様でプレイする、ビギナー、一度出現させた金塊を通過すると裏返る、仕様をゲーム開始時から適用した状態でプレイする、エキスパートがある。こちらは書き換え期間が短かったため、中古市場で価格が高騰している。 任天堂最後のディスクシステム用のゲームタイトルであった。本記事では突起なき限り、アーケード版とディスク版をまとめて、VS 版と称す。2001年10月19日には、E コンセプトゾアリス用にダウンロード発売された。2004年5月21日には、ゲームボーイアドバンスファミコンミニ第2弾として発売された。ベースはカセット版である。ディスクシステム版が、 2009年3月10日に Wii のバーチャルコンソールで2013年6月12日に Nintendo 3DS のバーチャルコンソールで2013年11月20日に Wii U のバーチャルコンソールで配信開始された。グルッピーは常に直進しており、十字キーを押した方向に手を伸ばして格子状に並んだ棒をつかみくるくる回るか壁にぶつかってターンすることで 進行方向を変えることができるという独特の操作性が特徴。棒の間を通過したとき、そこに隠された金塊があれば出現する。しかしゴム状のラバートラップが出現して跳ね返されることもあり、その後もそこは通過できなくなるとともに、両脇の棒は使用できなくなる。その面のすべての隠された金塊を出現させることができればステージクリアとなる。カセット版。 ステージ22以降、アーケード版、ディスク版、ビギナーでは、ステージ23以降、ディスク版、エキスパートでは、ゲーム開始時から一度出現させた金塊を通過すると、裏返ってしまう。金塊は表向きにしなければクリアできないので、一段とパズル的思考が要求される。金塊は何かの絵、もしくは何らかの規則的な配置となっている。 近海をすべて見つける前に制限時間が経過するとミスになる。また、敵キャラクターウニラに接触してもミスになるが、逆に衝撃波を発射して硬直させたり、その状態で壁に潰して倒すこともできる。ウニラが出現してくる穴に落ちてもミスになるが、棒を掴んでいれば上を通過することもできる。ミスにより残機がなくなるとゲームオーバーになる。一人プレイでは、 タイムを300カウント以内でクリアすると、ボーナスポイントが入る。二人同時プレイも可能。この時、金塊をより多く集めた方にボーナスポイントが入るようになる。残機は別個であり、片方がゲームオーバーとなると一人プレイとして継続される。なお、アーケード版においては、店舗側の設定によりワンコインで二人プレイを行うことが可能。その対策のためか、 ロムカセット版では操作するか、タイムオーバーまで初期状態で静止していられた。グルッピーがアーケード版では一定時間操作がないと強制的に動き始めるようになっている。この仕様はアーケード版の完全移植であるディスク版も同様。ステージはの順になっており、黄色ステージをクリアすると次回は緑から繰り返される。また、黄色ステージをクリアするごとにボーナスステージが 挿入される。近海の配置はパターン化されており、カセット版で4種ずつ、VS 版では、さらに4種を加えた各8種ずつ、ランダムで登場する。4週目まで異なる配置パターンが登場し、4週クリアで1週目の配置に戻るので、1プレイでは4種のパターンの繰り返しになる。以下に、パターンとなっている図形を列挙するピンク型、鳴らしステージ。 ウニラのスピードも遅い。ディスク版では中央のブラックホールもなくなっているためウニラが出現しない。電話、飛行機、ロケット、インベーダー緑実践的ステージ。トラップ、近海が増えている。ヨット、カギ、キツネ、傘空動けるエリアが狭く、図形が複雑なので緻密な操作が求められる。ブラックホールは中心にある。カニ、UFO、牛。 帽子紫最もエリアが広く、左右四隅はつながっている。ブラックホールが四箇所あり、隠された近海も多い。図形は規則的で左右対称となっている。近海が裏返るようになると、最も難度が高いステージとなる。怒りんぼ、川、ダブル、六ブロック項紫と同じく左右がつながっている。ブラックホールは中心に四箇所、トラップが多く、 緻密な操作が要求される。一方、近海の数は最も少なく規則的なので探しやすい。また、図形が断片的なため、裏返っても紫ほど難しくならない。フィギュア後から8中、電話電話機、キー鍵、鍵鍵型、カワ漢字の、カ怒りんぼを起こった表情の顔文字、フィギュアフィギュアのこと。また、 ロムカセット版のマウスとバタフライは2つ並んだラバートラップがあり、そこにグルッピーが挟まって脱出不能になってしまうことがある。VS 版ではトラップが近海に差し替えられたことで若干デザインが異なる。サウンドトラックゲームし、コンティニューでは操作系が狂ってる。AB ボタンで右手、十字ボタンで左手を出して、ステージ上の棒を軸に回転移動。 思うように動かせないこと自体がゲームなのであると評している。ありがとうございます。